るんだろうよ。来い、本当にお願いします。よジェネビューヒャブーリリ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 駆け抜けろ駆け抜けろ、いけよしよし。今日村正樹の NBA TV。はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、ちょまんまたけしです。今日も元気に、ヘルメツギマーボーやっていきたいと思います。ということで、今日はですね、オバタ2日目なんですけれども、私、現状ですね、ハードコアランキングの方が、今現在、3位に落ちてます。はい。結局、連勝21まで行ったんですけど、ちょっとそこでストップしてしまいまして、はい。まあさ、まあ、最悪っていうか、最終的に3だったら全然いいんで、まだ満足してるんですけど、まあおそらく30連勝ぐらいまで行きそうなんでね、今ここでしょ。じゃあ、ボーダーのとこが16連勝だから、まあやっぱり30行きたいね。30行きたいんで、まだまだ目指すんですけど、で、今まだ途中なんですけどね。で、今日は何撮ってるかっていうと、ババンと、はい。もうジェレミー・リーね、間もなく行きます。っていうか、次勝てば、下手したら負けてももうジェレミー・リー行くんですけど、じゃあちょっと確定の瞬間撮っていきましょう。はい。で、2日目に挑んでるパーこんな感じですね。モーゼス・マローンが、アビリティで、クラッチタイムで土曜日ということで 15% アップしてます。そしてカリーは、この前レコブレのカリーだったんですけど、アキパカリーに戻してます。まあ、このパでやっていきましょう。はい。じゃあ、とりあえず、ちょっとまたゼロ勝なんですけど、またここから積み上げるということでやっていきましょう。まあ、とりあえず勝てばジェレミー・リンなんで、アクアマリンのね。はい。じゃあ、いきましょう。で、パワーが昨日よりも上がってるんでね、俺的には。はい、じゃあ行きましょう、マジで。さあ、相手のパワー弱いんで、これで行きましょう。さあ、行きます。さあ。で、初手か。やっぱ初手はね、こう、剥がれやすいんで。頼む。入って。うーぞ!おい!まあ、結局、カレー戦法もなかなかね、20連、うーぞ!待って!あ、2点よかった。相手がね、たまにやっぱ3決めてくるときあるじゃないですか。あれマジやばいよね。ああいうときマジ注意。まあ、そういうと、はい、これ剥がれてる。ここはちょっと早めに打っていこう。剥がれたんで。うーぞ!ちょっと待って。でも、俺の戦法としてはもう剥がれたら打つっていう。やっぱの、マークついてるんとノーマークで3打つんだと、やっぱ全然違うので、絶対に剥がれてから打つ。そういうようにしてます。剥がれたらもう打つ。迷わず。まあ、もちろん24秒切ってたら別ですよ。24秒切ってたら別。OK、いいよ。これで、もうラストチャンス。さあ、ここで、さあ、最後。剥がれたら、剥がれてる!で、剥がれたら撃つ!本当にお願いします!よーし!よーし!マジでカリーに何度も救われてますよ。オッケー、これ勝ったでしょ。勝っただろ、これ。やめてよ、やめてよ!よーし!オッケー、勝ちましたー。オッケー。なんとか、まあこういう試合ばっかで本当にね。はい、ということで、とりあえず480ポイントゲッチュということで、はい、ということで、まあまたね、貴重な1連勝でございますけどね、こっからですよ。まあ、この積み上げなんで、はい。で、私、はい、ジェレミー・リンまで到達しました。じゃあ、早速受け取りましょうか。ちょっと受け取ってなかったんですけど、今まで。ちょっともうまとめて受け取っちゃいましょうか。はい。じゃあ、まず、ケニオン・マーティン、ドカンと。ありがとうございます。はい。そして、星5。星5じゃねえよ。エリートギア機5。あれ?エリートギアの鍵5個だっけ ?10 個ぐらいじゃなかった。まあいいや。はい、ということで、中間ですね。はい、とりあえず今、土曜日の、昼過ぎの時点で、3万いきましたんで、まあ、結構日曜完走できればいいと思うんですけど、まあでも、ギリ、ウェイドはいけると思います。まあ、今回課金してないんでね。はい。さあ、行きましょう。はい、受け取りました。よし。リンさんですね。リンサニティと呼ばれて、かつて大ブレイクしましたけど、はい、まずは、一回こっちの画面で両選手をロックしていきます。はい、ケニオン・マーティン、まずガチャコント。で、ケニオン・マーティン、デュオだね。マイカル・ブリッジスと。デュオでさ、マイカル・ブリッジス、ミカル・ブリッジスって書いてあるじゃないですか。けど、こいつら、この2人の選手、同じチームでプレイしてねえけどと思うけどね。てか、世代が違うけど、それデュオありなのと思う。はい、ジェレミー・リン、はい、来ました。はい、同感と。で、ジェレミー・リンはテーマ忠誠心ですね。で、私、ちょっとね、はい、バツンとね、はい、これで、スタボは純粋なスタボ 100% パーが完成するんで、一回作っていきましょう。はい、じゃあ、いきます。はい、ジェレミーにドカンと、で、このパでいいのかって問題ですね。でも、このパが一番強いんか。結局、ケニオン・マーティンは、さすがにヤオミンの方がやばいからね。ギア、なんか、ニューヨークで作れるな。
あるね。これつけとこう。ジェレミー・リンはなんかいる候補。やっぱアクアマリンぐらいまでちょっと魔改造したいよね。ニューヨークの、いないね。ここまで来るとちょっと微妙だもんな。いないか。あ、いたいた。いってけど。あ、無料だね。一応つけられるけど、これギャラオパだな。エマニュエル・クイックリーっていうのがいますけど、これちょっと微妙ですね。11万だもんな。11万とかだったら普通にさ、もう、ジェイドの普通と一緒だもんな。ちょっとリンは、なんか候補いる、ちなみに。ポイントガード。あ、マーブリーか。多分マーブリーとかいるんで、あーでもこの辺のスクリーンタイムのアンバーの。これ2枚あるからな。ちょっと、まあ、いずれ作れそうですね。はい。まあそんな感じでございます。マーブリーもね、ゲットしたんですけど、ちょっと同じアクアマリンなんでね。あとこれ1枚しかないから、これをメンターにするのは結構時間がかかると思います。はい。まあという感じでございます。で、まあせっかくなんで、ちょっと1回ね、オバタをこのスタボ 100% パーで、このスタボ 100% パーで挑んでいきたいと思います。で、ちなみにアビリティが、テーマ中精神で 20% で、オースティン・リーブスもテーマ中精神で、これがプライムプレイヤーなんで、でヤオミンがプライムプレイヤーでアビリティかかってます。で、ムトンボもテーマ中精神なんで、なんと、ドクター J 以外、ジュリアス・アービング以外は全部ブーストかかってるんで、これも結構やばいね。アビリティだけで6万8000いってるんで、ほぼガチパと別に、まあそこまで遜色ないんで、これでも十分戦えるんで、ちょっとこれで遊んでいきましょう。はい。まずちょっとジェレミーでまずちょっと星2にするか、まずは。とりあえずノンストで星2はしましょう。星2。じゃあジェレミーでもね、なんか、つけられればいいんだけどね。あれが。メンターが。メンターつけられればいいんですけど、ちょっとババンと、星じゃねえわ。レベル25にしよっか、とりあえず。とりあえず25にはノンストでしていく。あ、44万いってる。はい、これで。まあでもこれでもね、40万7000なんで、あ、47万なんで、まあ遜色ないね。ガチパト。だからちょっとこれで一回ちょっと遊んでいきましょうか。せっかくなんで、じゃあ。あ、そうだ！あとね、ちなみに、もうちょっと作っちゃうか、ここでもう。まあドクター G がいるんで、スタボパーには入んないんだけど、私ね、もうね、はい、ポールピアス作れます。まあ、ポールピアス、このウェイド作るのにも必要なので、ゆくゆくは作ることになると思うんで、もう今作っちゃうから、ちょっと今日受け取り祭りってことで、じゃあ特別に。まあ、今作んなくてもいいんだけど、まあ、どうせちょっとドクター J がいるんで、パには入らないんですけど、はい、特別にじゃあ作ります。これやばいです。作んなくていっか。あとで放置でいっか。なんか別に使わないのに作るのもあれだもんね。後で必要な時に作ります。ごめんなさい。ミスリード。とりあえずじゃあ、ジェレミーにゲットしたんで、これでね、一応スターポッパー全員、ガネ以上の、やばい最強パー。でもこれ最強なんじゃないか、多分。このニューイヤーって、辰年テーマで作り得るパーで、一番最高なんじゃない、これが。うん、多分。やばいと思います。じゃあこれでいきましょう。じゃあせっかくなんで、せっかくだからもう、ちょっと一回やってみましょう。ちょっと狩りいないですけど、このスターボ 100% パーで。はい。じゃあ、挑みましょう。じゃあ、行きます。さあ、相手47万だな。これ、もうちょっと下げたいな。45万ぐらい行きたいんだけど、相手。あ、44万5千。これやばいね。じゃあ、これで行きましょう。さあ。あと、ジェレミー・リン、ちょっとどんな感じかっていうのもね、ちょっと知りたい。はい、リンがボール。リン、どうすか、似てますか。さあ、行きましょう。さあ、ここ。リンって3どうなんだろう。さあ、ここマジでね。ワンチャン、ピッカーのダイブにかけてもいいけど。中入れていくムトンボが。はい、オッケー！いったっしょ！よし！よし、いいよ、確実に。さあ、15対13と。待って、そのパスが、危ねえ！よし！嘘！跳ね返って！伸びに渡った。前で、相手もリンですね。リンバトル。さあ、ここ合わしてくる。待って、ちょっと待って。ターフ。うわ、決めてきやがった！オースティン・リーブス攻め。リン抜けるか。いけた！よし！いけ！うーぞ！お前何やってんねん！戻れ！やばい！ちょっとこれ絶対押さえないといけない。せめて、ちょっと5秒ぐらい残して俺に。うわー、もう最後相手攻め切るか、これ。これちょっと押さえないといけませんね。絶対に。待って！やめて！うわ！リンサニティ、リン、奇跡を起こせ！いきます！残り2秒。止まっちゃった！まだまだ！うわ！
撃てなかった。撃てなかった。待って、ちょっとやばい。でもスタボパだから220ポイントもらえた。ちょっと負けましたけど、まあまあこの回はもう捨てたな。この回は待って50万きた。ちょっとやっぱカリーかなー。スタあの本当に本当に勝ちに行くには。やって44番さん OK、 しこれでいこう。さあ行きましょう。さあリンでね活躍させたいんですけど、こう2だったら来い。うーぞ入らない。でもパワー的には勝ってるんで、お、リン結構似てるね。ちょっと今拡大アップしましたけど、リン似てますね。さあ皆さん、ぜひ皆さんスタボ 100% で勝つ瞬間をお見せしたいと思います。さあこうタフにしている。落ちていく、 OK よ。さあここまたリンが、さあ残り40秒。さあここまたさっきのホットラインで、いやおみ、 OK、 これ剥がれてる、これ来たろ。よし、無投棒、うーぞ無投棒。今の決めないんだったらお前リバウンドキャッチするだけでいいんだよ。お前は絶対抑えて、やばいって。ダムダム、よし落ちた、よし。最後バカバカバカ、ちょっと待って、意味わからん、おい、意味わからんすぎる。ちょっと待って、今意味わからんことが起きた。ちょっと待って、もうこれ捨てる回だから、もう同点とか狙わないで、最後逆転で。リンもね、こういうスリーあるんだよっていうのお願いします。うわダメだ、ちょっとリンダメだな、マジで。てか改めてちょっとリンのさパラメータ一回見ていい？マジで俺やっぱカリーだな。カリーいないとこんなにダメ。ミドルシュートがマックス、敏捷性マックスですね。メンタ一応つけとくか、さっきの。一応多分もうつけることないと思うから、さっきギャラオパでいたじゃん。これ、あ、でも敏捷性かぶるな、これ。敏捷性かぶる。敏捷性かぶる。ダメ。ユーイングのこっちにするか。これもかぶる。かぶるかぶる。一回じゃリン勝ちに行くんで、3、あ、これだ。あー、これど、あ、これ、このエピック微妙だな。これだな。これで。3メーター。これでいこう。よし、これでいきます。さあ、皆さん絶対勝つよ、最後。さあ、ちょっとパワーも上げたからね。はい、リンサニティ。はい、ジェレミー・リンが、この男が、はい。もう、カリーと同じ感じで一回使っていくよ。剥がれてる。待って、メーター見せたけど。ちょっと待って、やばい。オッケー、ナイス。リーブス、ナイス。さあ、ここマジで一回、ヤオミントのホットラ。あ、これ、ヤオミ入んじゃない？入らなそうだな。ローズ対ヤオミン。ヤオミンじゃねえ。待って、ショットクロック、待って、ちょっと待って、マジでミスった。マジでミスったんだけど、今。やべえ、待って、やべえ、やべえ、うわ、なんか今入りそうな予感したんだよ。ちょっと待って、スタボパダメだな、これ。来い、頼む、本当に。うーぞ、届かない。ナイス。よし、で、取ってぜ。ディフェンスで、マジで、チョッパーやで。マジで、ちょっぱいで終わらす、これ。あー、ファール、くそ。5秒あればいける。1秒でファールして。それか、スティール。あー、もう、くそ。1本外して、ローズ。お願い。くそ。1本外してくれ。頼む、本当に。1本外したら俺の勝ち目あるから。あー、くそ。まあ、最後、まあ、もう同点で。じゃあ、リンの、3、逆転3見せます。逆転っていうか。マジで4秒あれば打てるんで、4、3。来い、本当にお願いします。よーし、ジェレビュー、ヒャーブーン、見ました。これが3メーターマックスでした。奇跡ですよ。オッケー、やりました。ジェレビー・リンで大活躍。オッケーオッケー。まあ、勝ちじゃないんだけど。勝ちじゃないんだけどね。危ねえ、マジで。はい、じゃあ負けられない戦いっていうことで、はい、後半戦、後半戦がダブルオーバータイムいきましょう。マジでみんなに勝ってね、エネルギー、えぐいポイントもらえるっていうのを見せていきたい。さあ行きましょう。さあ、ただ相手ボールなんで、ここはしっかりと、私がね、しっかりとディフェンスを、ディフェンスの鬼と言われた。この超モタケのてっぺんディフェンス。さあ、トップ。さあ、上段注意。さあ、中行ってくる。無トンボ止めた！よし！待って、もう一回！ちょっと待って、ブロックが足りない。ブロックもうちょっと弾かないと、外に。さあ、ここマジで、ばーしこりと。
あ、待って、ここ、では、シャックで、スピードの、あ、待って、入り替えちゃった。来い！お願いします！マジで！いや、うぅ！今入ったと思う。待って、ここは、ここはドクター J で。リーブス。無頓堀入れて！行け！うぅぞ！お前！ちょっと待って、やばいって。ちょっと待って、MJ。レブロ、オッケーオッケー！リン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 ！駆け抜けろ！駆け抜けろ！行け！よーし！よーし！シャック、シャック越しにうまくすり抜けました。オーケー。さあ、ここ、残り6、5秒前。これマジ決めんなよ。マジやめて！マジでやめてって！よーし！オーケー、とりあえず守った。危ねえ。危ねえ。待って、エネルギー切れたんだけど。エネルギー切れたんで、ちょっと時間置きますか。Thousands of tears later.はい、ということで、またちょっとエネルギー溜まりましたんで、やっていきましょうか。はい。とりあえず一回勝たないといけませんのでね。あ、こっちか。こっちのパーで。じゃあ行きましょう、とりあえず。はい。じゃあ行きます。さっき、だからダブルオーバータイムですね。ダブルオーバータイムからですね。あ、トリプルオーバータイムか。こっちですね。リンで狙、今、初手狙った方がよかったかな。待って、ヤオミンが、ヤオミンが、ちょっと黒くなってる。ヤオミンが黒くなってるから、ちょっと待って、うわ、ちょっと待って、ヤオミンが黒い権利についてちょっと話し合おう。そんなことよりもヤオミンが黒くなってんだけど、これちょっとどうなっちゃってんの、日焼けしてんだけど。ヤオミン日焼けバージョン、これガチャゲン、ガチャゲンっすか。ヤオミン日焼けバージョン頼む。うぞ、やばい、もうこれ止めて3しかねえぞ。もうあとは待って、やばい、これ決まったらマジやばい。よし、オッケー、ナイス、いいよ。で、ジェレミー・リーに。もうジェレミー・リーは託すから。さあ、黒ヤオは置いといて。来い、マジで本当にお願いします。うぅぞ、最後。よし、これ、フォースオーバータイム行くんじゃないか。第4オーバータイム。これ、抑えてくれよ、マジで。タフ。これ、さすがタフ。よし。うわー、待って。よ、オーバータイムがやばすぎる。さあ、絶対に勝ちましょう。はい、第4オーバータイムまで来ちゃいました。さあ、行きましょう。さあ、相手ボールからなんでね、しっかりとディフェンスまず抑えていきましょう。さあ、どう来る？さあ、シャックが、落ちたよね。よし、ナイス。すっくり、ヤオミン戻ってますね。はい、ヤオミン、ここ、頼む！ちょっと待って、今ミスったかな？ちょっと待って、今、カリーみたいなシュート打っちゃった。あれはカリーしか入らないんだって。やってしまいました。待って、やばいって、その、無頓堀てめえ。お前サボったろ。スクリック、バーチコリと、サボリムトンボが、サボリムトンボ。オッケー。スクリ。頼む、待って、すげえミスったけど。オッケー、ナイス、無頓堀。サボリムトンボてめえ、何やってんだよ。ちょっと待って、これやばいって。トップ。芝居て、ナイス、奇跡、リーブス。リザリティ、うざーその外し方ねえだろ、お前最後に。ふざけんな、マジで。ちょっと待って、ふざけんな、マジ。一生もしてねえんだけど、このパで。え ?3 連敗ってことある？ちょっと待って、これさすがにやばいんで。さすがにやばいんで、これマジでいこう。ちょっと待って、このパで一回も勝ててないってことある？初手狙います。リン、来い、イエロー出た。よし、よし、これは勝っていこう。リンがフィーバーしてます。さあ、7対4、吠えておりました。さあ、ここ絶対で勝たなければ、みんなにね、スタボ 100% パで、そう、この動画はスタボ 100% パで、勝って、ポイントいくらもらえるかっていうのね、皆さんに実証していく場面でございます。さあ、ヤオミンが、待って、合わせてくる、そこ。うそ！もうだから今、こっちゃね、もう嫌な。これ頼むよ、これ頼むよ、頼むよ。オーケー！よし、確定！よし！よし、これは勝ったでしょ。これは勝ったでしょ。ヤオティン。さあ、9対6。さあ、3だけは打たれなきゃいい。で、24秒切るから。24秒、はい、間もなく。はい、24秒切りました。はい、で、ここはもう3だけ打たれなきゃ。まあ、ファールでいいです。こういう場合は。こういう場合はファールでいいです。ファールがむしろ成功法でございますね。もう、相手にスローイン与えて、切り替わればいいね。はい、これキャッチですね。オッケー。はい。で、もうキープです。はい、もうキープザキープ。はい、もう何もしません。攻めません。右に左にしてればいいです。変なことはしなくていいからね。右に左にしてればいいから。これしてれば絶対取られませんからね、ボールは。で、一応最後、時間だと一応放ちますか。
最後払っていく。オッケー、勝ちました。やっと勝てた。これでいくらポイントもらえるんでしょうか。スタボ100パーパーで試合勝つと、お、一撃800ポイントですね。やりました。チャンプテイク TV。 はい、ということで、スタボ100パーパーでね、私はとりあえず勝つことができましたけどもね。はい、とりあえずまあでもまあこれは一応100パーパー100パーパーで残しておくけど、まあ基本こっちのパーかな。やっぱりカリーの3がやっぱ偉大だっていうのが分かりましたね。はい、まあとりあえず今土曜日の昼過ぎの段階で4時半ぐらいですね、今ね。4時半ぐらいなんですけど、今3万3000ポイントということで、まあ残り3万2000ポイントということなんで、まあ完走はいけると思いますね。結構でも日曜完走も厳しいかな、これぶっちゃけ。下手したら月曜行っちゃうかもしんないけど、まあでも完走はできるんで。で、ランキングの方も今まあ3位入ってるけど、まあ最悪4でもいいよ。最悪4でもいいけど、まあでも、あと1回ね、また、ちょっと、今21連勝ですけど、また30連勝を目指していきたいんで、まあまたね、この21の頂に、また戻ってきたいと思いますけどね。はい、ということで、今日はですね、とりあえず、まあ、ジェレミリーゲットしたんで、ちょっとスタボ100パーパーでやってみたという動画でございました。ご視聴ありがとうございました。ではまた次の配信か動画でお会いいたしましょう。それでは、See you next time! バイバイ。やっぱりこっちの方がいいね、カリーの方がね。Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray.All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer.